どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが3月24日の日曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていきます。 各選手の細かな動きを知ることで、また違った見方もできると思いますし、前後関係、時系列の破綻なく、一本見ていただき、有益な時間にしていただけるよう、まとめていこうと思いますので、よかったら開幕前の情報収集にご活用ください。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報をまとめ、本日24日、オープン戦最終戦でした。バハローズと戦って、2対5の黒星。 タイガースは2018年以来6年ぶりのオープン戦再開が確定という形になりました。18試合戦って3勝14敗1分けですね。まあ一時9連敗もありましたから、まあどうしても白星は伸びてきませんでした。ただこれは以前もご紹介しました。2020年から2022年。 オープン戦最下位の球団がセリーグ優勝を飾ってるんですね。まあ、2020年はジャイアンツ。で、2021年、2022年と、それぞれスワローズが連覇。で、岡田監督も以前そのことについては、4年間で3チームが優勝してるやんかと、このようにコメントもしていた。ただ、こういった貴重データとは逆に、前回タイガースがオープン戦最下位だった、2018年は公式戦でも最下位でしたからね。ただ、どちらにせよこれらの答え合わせは、レギュラーシーズン終わった後に出ますから、まあ、開幕までもう少し時間がありますからね。それぞれ の選手がどう状態上げてくれるかで、開幕に向けてどういういいいメンバー選んででくか首脳陣の答えを待ちたいところでそんな今日のゲームを振り返っていくと、先発、再起投手が5回1失点、まあ、絶好調という投球内容ではありませんでしたが、しっかりゲームを作ってくれた。で、岡田監督は再起投手について、まあ曲がりなりにもな、5回1失点、まあまあ言うとかな、しょうがないよなと、このように言及。もちろん100点満点で開幕を迎える、それが理想だったかもしれませんが、再起投手なら開幕に向けて、まあ、1週間ありますから、まあ、しっかり状態上げてくれ でで一方中継投手ですまあ、岡留投手はキャンプ中の実践から含めてずーっと無失点、いい投球続けてくれましたが、岡田監督は今日投げた中継投手について、まあ、岡留も投げてなかったからな。だから、あとはそんなん、点差関係なしで、ちょっとオープン戦ずっと悪い島本、石井やな。悪いからもう優先的に投げさせたんやけど、やっぱそのまま悪いな。石井もオープン戦ずっと失点しとるからな。上がってこんわ。まあ、ブルペンは9人連れていくから、最初は1人2人外れるから、その辺はな、最初はちょっと外してええかもなと、このようにコメント。 さあ、皆さんは岡田監督のこのコメント、どのように捉えますでしょうかまあ、先ほどもご紹介した通り、岡留投手はずーっと結果、内容ともに素晴らしいです。間違いなく開幕1軍枠に入ってきますが、やはり気になるのが、右の石井投手、左の島本投手ですよね。先ほどアップした試合振り返り動画でもご紹介しました。まあ、解説の能美さんもお話をされていましたが、島本投手はなかなか落ちるボールをコントロールできていなかった。オープン戦は合計5試合登板し、防御率は4.91、3回3分の2を投げて、 与えたフォアボールが3つ去年のレギュラーシーズン島本投手は35試合26回3分の2を投げて与えたフォアボールわずか3つですからねですが今年のオープン戦は3回3分の2でフォアボール3つやはりコントロールに苦しんでる印象で右の石井投手はオープン戦8試合投げて防御率は7.00 9回を投げて奪った三振8つある程度三振は奪えているものの左率は3割0分8輪、まあ、今日のゲームもヒット3本許しました今回岡田監督が断言した開幕中継9人構想。 以前まではこの数字8でしたからね。まあ、不調のピッチャーもそれぞれいるということで、まあ、プランも変わってきそうですが、まあ、この辺りは別途同化ができればなという風に思っています。で、岡田監督は中継ぎ運用について続けて、まあそのままやんか。岡田留もキャンプで良くてオープン戦も良くて、そのままの流れでずっと来てるし、結果もちゃんと出してるわけやから。だから、あの二人。岩崎ゲラはベンチに入れてないけど、岡田留とな。あとは悪いもんが調子上げてくれればええんやけど。だからブルペン陣ン半々ぐらい。逆にええかもわからんな。一試合突っ込。でも3人4人やから勝ちゲームにしてもな。多く でも4人やっぱり3人ぐらいや。だからそれは当然ええもんから使うていくわけやから。悪いもんはその間に調子上げる。なかなか実戦では投げられへんけど。でもブルペンとかで調子上げていくようにして、また波があるからな。 調子ええももんがが悪なっったた時にに上てててきてくれたらとええと思ううけどとこのようにもコメントをしていま,すまあこれは本当に岡田監督のコメント通りじゃないでしょうか。まあ一年間戦う中で今状態いいピッチャーでもどうしても調子が落ちてしまう時期というのはありますからね。まあだからこそ今回岡田監督の口から名前が上がった島本投手や石井投手。まあ現状なかなか状態上がってはいませんが、一年間戦う中で状態上げてもらう。で今状態いいピッチャーたちの調子が落ちてきた時に主戦でバンバン投げてもらう。まあ特に中継人 は本当に助け合いですからまあ、去年の起用法を見ていてもそうでしたよね一番最初に投げたピッチャーがランナー背負ってしまったでもその後に投げたピッチャーが引けししてみんなで助け合ってゼロで抑えるまあ、現状いわゆる岩崎投手とゲラ投手のダブルストッパー構想、まあ、8回9回をこの2人が任されるまあ、その形が濃厚なんですがもうそれ以前に投げるピッチャーたちはいわゆる一人一冊と言いますか相手バッターの打順に合わせてピッチャー投入するまあ、そういう形になっていくのかなということでまずは開幕時点で中継ぎ9人誰を選んでいくのか。 この辺りは注目していきたいところです。さあ、このように開幕時点で中継ぎピッチャー誰を選んでいくのか、ここも注目したいところなんですが、やはり気になるのは、ちょっと故障続きの野手陣。まあ、特に主力選手にそういった情報出てますからね。まあ、今日森下選手は最後の最後、代打で出場しましたが、大山選手と近本選手は欠場。まあ、ただこの3選手は今日のゲーム前、それぞれフリーバッティングは行っていて、森下選手と大山選手はベンチに入っていました。 ですが、近本選手は連続のベンチ外。で、岡田監督はそのことについて。うん、まあ、大山ね。まあ、近本の方が心配やけど。まあな。大山もちょっと走るあれがあるけど。まあ、4日5日あるからなんとか。そこで、ある程度ゲームできるようになればええと思うけどな。近本に関してはトレーナーに聞いて。 今日もベンチ外してるから、空なと、このようにコメントをしています。いやー、ちょっと現時点でかなり心配ですね。まあ今日森下選手が最後の最後、代打で起用されたことに関しては、まあメンバーがいなくなってしまったと。まあどうしても何かあった時用に、熊谷選手は残しておかなければいけなかった。まあだからこそベンチに入っていた森下選手が出場という流れだったんですが、その中で岡田監督のコメントにもありました。やはり今最も心配されるのは、近本選手の状態でしょう。まあ近本選手に関してはこれまでの報道をまとめると、どこかを 痛めててししまったというよりも疲労を考慮しての欠如開幕を元気に迎えるための首脳陣の舵取りが続いていたわけなんですが、近本選手も足に張りがあるという状況ですかね。オープン戦15試合で44打数16安打、打率3割6分4厘、スリーベースも2本打って、打点は4、フォアボールも8つ選んで、盗塁も1つ決め、出塁率は4割1分7厘、OPS は871、 得点圏打率5割並ぶ一輪ということで、ほんと絶好調でした。近本選手は今シーズン6年目。で、過去5年間のオープン戦、打率3割を超えた年は一度だけ。それが2021年でした。で、その年のレギュラーシーズン、近本選手は唯一、打率3割をオーバーし、178本のヒットを放ち、最多安打のタイトルを獲得。ですので、今年はそれ以来のオープン戦打率3割フィニッシュだっただけに、まあ、レギュラーシーズンどういうスタートを切ってくれるか、で、シーズン戦い抜いた末、どういう数字が残るのかは注目され ま、ですので、現状の岡田監督のコメントから考えると、万全ではないというのは明らかです。ま、今日のゲームでも、センターには上田選手が入り、ま、途中から島田選手が入った。ま、これも試合振り返り動画でご紹介しました。ま、昨日のゲーム、島田選手と野口選手が2軍から駆けつけ、ま、1軍の試合に出るという流れになった。ま、ですが、今日のゲームを迎えるにあたり、野口選手は2軍合流、で、島田選手は1軍帯同という形になりましたよね。ま、ですので、このあたりの判断も、ま、近本選手の状態を考慮して、 シーズン近本選手が骨折でチームを離れた際、まあ、センターに島田選手が入ることも多かったですから、まあ、ですので今の近本選手の状態も考えてもし開幕間に合わないとなった場合、まあ、島田選手や上田選手、まあ、小野寺選手のセンター起用も考えられますが、まあ、いろんな選択肢を持って開幕を迎える、まあ、現状そういう考えになってるのかなという風に感じますねということで最後になります今日でオープン戦を終えいよいよ開幕を迎えるわけなんですが岡田監督はオープン戦を終えての収穫について まあ収穫はあんまりなかったな。最後にテストしたんが、オープン戦そのままの結果やったから。 ピッチャーにしても最後にちょっと怪我人も出たしなでもまあそんな重傷やないからそれだけやあとはそれが治って29日にスタメン行けるようにそれを願ってるだけやわとこのように締めていますいやーほんとこれも岡田監督のコメント通りですね、まあ、森下選手は今日のゲームに出ることができたんで、まあ、おそらく開幕いけるかなというところですがもうチームの大黒柱大山選手と近本選手もゲームに元気に出れることを祈るのみ本当にそれだけですまあ、ただもしこの2人が開幕に間に合わないとなればまあ、センター今日も試していましたが上田選 山選手や島田選手で昨日京都ファーストには糸原選手や原口選手が入ったりもしてるんでもし2人が開幕に間に合わないという事態に備えてまあ、選手の起用の幅も広げているという状況ですまあ、このように開幕を迎えるにあたって不安な情報というのもちらほらあるわけなんですが明るい材料というのも間違いなくありますまあ、中野選手がオープン戦2試合連続マルチアンダで締めるということもそうですし開幕スタメン勝ち取った前川選手も今日打席内容めちゃくちゃ良かったですよ右ピッチャーから2ベース放ってまあ、最終打席のセンターーライナーも めちゃくちゃ良かったですから、オープン戦を最下位で終えたという事実、そして故障者もちらほら出ている。まあどうしてもファンとしてネガティブにと言いますか、まあ、暗くなりがちではありますけれども、シーズンを終えた時にトップに立っていればいい。まあ、それがペナントレースですから、も、ま、う、あ、本当に1年間は長い。まあ、岡田監督もそう捉えてね、まあいろんな選手起用を試してるんじゃないかなということで、ついにオープン戦も終了。まずはコンディションに不安を抱えてる選手たちが元気に開幕を迎えられることを祈るのみ、一体今後どういう勝ち取り待ってるのか、注目していきたいなと思います。はい、ということ といでで今回のの動画ではタイガースの最新情報をままめご紹介していきましてきたどうしてもファンとして暗くなりがちな状況ではありますがこのチャンネル、まあ、1年間明るくねタイガースを今年も応援していければなと思ってますんでよかったら今年も一緒に走っていただけると嬉しいです皆さんは本日ご紹介した最新情報それぞれどのように考えますでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5万4100人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は指せ。チャンネル登録者5万5000人ということで、今後とも阪神情報局、なるほどよろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。ついにオープン戦も終了、いよいよレギュラーシーズンに入ります。まずはそこに向けての勝ち取り、注目していきましょう。ではまた。